オートマティック自走対空砲とは、イタリアのオートメラーラ社が設計した、試作自走対空砲。自社製の 76mm 砲を用いた、自走対空砲システムだったが、より広範囲をカバー可能な地対空ミサイルの存在により、採用されることはなかった。オートマティックとは、オートメーンアンチ、エアクラフトタンクフォーインターセプトコンバットの略称。 1987年のパリ航空省で1号試作車が公開され、翌1988年のファーンボロー航空省に2号試作車が出品されてデモンストレーションが行われた。同年9月、1号試作車に捜索レーダーが搭載され、ヘリコプターを用いた追跡試験が行われた。1989年にはサウジアラビアで試験が行われ、 1991年には、イタリア陸軍のレオパルト1に砲塔が装備され、イタリア空軍のトーネード IDS や F-104 を用いた追跡試験が行われた。しかし、現代戦においては、より広範囲をカバーできる、対空ミサイルの存在により、長距離対空砲の需要は縮小しているため、オートマティックは採用されなかった。1997年には、 ローマ近郊でイタリア軍を含む複数の軍事組織に再び公開されたが、いずれの軍隊からも興味を持たれなかった。オートメラーラはこのコンセプトをより軽量で各種ソリン車両でも運用できるオムラッドとして復活を試み、砲塔の装甲を薄くした上で捜索レーダーを撤去し、光学標準装置と追跡レーダーのみを装備した。 それでもオムラッドを採用する軍隊は現れなかったが、オムラッドに、さらに改良を加えたドラコは、シッデム25自走対空砲の後継として、イタリア陸軍での採用が決定し、チェンタウロ戦闘偵察者の車体と組み合わせ、チェンタウロドラコとして配備される予定である。オートマティック自走対空砲はオートメラーラ 76mm 砲の地上版として開発された。 オトマティック自走対空砲は、レオパルト1戦車の車体に、関西砲であるオートメラーラ 76mm 砲、およびそれに付随する、策的照準レーダーと射撃管制装置を組み合わせた、システムを搭載する。ベース車両に補助動力装置を搭載し、これを、システムの動力にする。砲塔は筋質圧延後半製で、防御力は不明。砲塔中央に、 主砲のオートメラーラ 76mm 砲を装備する。76mm 砲は62口径の長方針砲で、最大射程は 16km、最大射高は 6000m にも及ぶ。発射速度は毎分120発で、射撃管制装置によって、最適なタイミングで5から6発をバースト射撃し、近接進化による破片効果によって目標を破壊する。 砲塔上部後方には、別個の追跡レーダーと追尾レーダーを装備し、最大8個の目標を追尾することができる。砲弾は、対空用のヒスピュー普段78発に加え、対戦車用の鉄鋼弾を12発搭載し、装甲車両にもある、程度対処できるようになっている。関西砲の7 6ト、mm、ル砲は、無人砲塔だが、オートマティック自走対空砲では、 高等内に3名のミサ法要員が必要である。ありがとうございます。